聞きながら。これを後で見てもらいます。したこだわりじゃないけど、切り方のコツまでいかないんだけど、やり方があって、これから切るのっていうのはあまり趣味者の人はやる分野ではないので、うん、なかなかはい真似してやってみてくださいってわけにはいかないんだけど、はい、その切り方とかどうしてこういうふうにやるかっていうのは多少使えるところがあるので、そこにあるみたいな木、はいはい、ああいう木ホームセンターとかでもよく売ってたりするんだけど、うん、あれをちょっと商品に切り込むのにこう切って傷を埋めて枝を出さして、将来取り木っていう原木に作り変えてるんだけど、ぱっと見こう枝の切り方がゴツゴツ、ちょうどへそが出っ張ってるような感じに見えると思うんですけど、これはこれでねまた一つ理由があって、まあこっちを切りながらその辺もあのどうしてこういう風に切るのっていうのところもあるので、その辺は意外とこういうお遊びする人は使える技術かと思いますね。なるほど。まあこれさっき掘ってきたヤバイです。ヤバイ、まあこういう状態でできたのを、まず最初土を落とすがてら根の整理をまず先にします。これよくあの上の造作、上をきちんと決めてから根を作ったりする人もいるんだけど、うん、根って作り替えがなかなかできないんですね、はい、決まった根で、うん、で逆に根を決めてからそれに合わせた上の方が雑木で取り木する以外は根を先に作っていった方が木としては作りやすいですかね。こう上根、段違いに出たりしてる根っこを揃えて、輪郭を揃えて、でまあとりあえず一旦こう揃えて、で一番大事なのがこの底根、はい、まあ根の状態を確認しながらですけど、よく園芸センターとかああいうところで売ってる梅は枯れづらくするためにこういう根の処理の仕方を丸く処理してあるんだけど、うん、はい、これだと将来鉢に入らないので、そこはなるべく平らに揃えて、極力下の根は短くしちゃいます。もうこの状態で自分で自立するように。畑から掘った時っていうのは極端に枝を短くするので、このタイミング逃すと今度根をね極端に短く切り詰められないんですよね。でこの段階でちょっと切りすぎかなぐらいまでに詰めといてあげないと、これ鉢にあげた時にはこういう3寸5分とか4寸の鉢にとりあえず入れるんですけど、それいっぱいいっぱいの鉢にしちゃうと出来上がった時はもっとちっちゃい鉢に入れるので、将来完成した時に入れたい鉢のサイズに根っこをこの段階の時に切らないと、上枝できてから切り詰めると枯れるリスクがうんと高くなっちゃうので、この時期に詰めといてあげるとね、あの細かい根もいっぱい出るのでね、まあ芽を芽のあるところでこういうふうに、とりあえずこういう感じで、まあ芽がこっち向いてるんでここからでもいいし、ここがいらなければここから出た芽で作っちゃってもいいし、裏芽もあるのでここで落とすこともできるし、まあ、とりあえずこんな感じ。ちょっとね後でまた説明しますけど、ちょっと枝をデベソにするにはそれなりの理由があって、うん、まあそれは後で説明します、ね、どこまで根を詰めていいかってなかなか分かんないですよね。そうですね、あのねこれは割といい根だったからいいんだけど、結局この将来この原木を見た時にもうこれだとこんな巨大な木にする予定はないわけですよ。ここで芯止めてここから枝作りをするとなると、やっぱ大きさ的にはこんな木ですよね。そうすると入れる鉢っていうのは 3.5 とか4寸の出来上がりで3寸ぐらいの鉢に入れるようなイメージなんで、3寸の鉢よりも3分の2ぐらいの大きさで収めなきゃいけない。
で逆に根が良すぎちゃって甲羅座とか木のサイズは 3.5 とか4寸のサイズなんだけど、どうしても5寸じゃなきゃ入らないとかっていう根部がたまにあるじゃないですか、うん、そうしたやつっていうのはやっぱり鉢とのと上の木のバランスが悪いんで、上のボリュームを作るとか、逆にその木をもうちょい太らしちゃってワンサイズ上の木にするとか、商売で売ったりするときにはすごくいいセールスポイントなんだけど、いざ仕立て上げていく段階では逆に良すぎて欠点になっちゃうとかね、そういうこともあるので、その辺も考えながら、まずあとやっぱり樹種によっても違うんですかね。やっぱそうですね、あの根のね出方が違うのと、あとその品種によってね、この細根がたくさんあるないとかね、はいはい、あるんですよ。昔はこういう細い根をだけをやたら大事に、ただ単にね、あの細い根を大事にしろ大事にしろってやったんだけど、植物の根って先端からしか水吸わないんですよ。だから細い根がいっぱいあれば先端がいっぱいあるから、もちろん水は吸うんだけど、ただ太い根だけにしてもちゃんとね先端から水を吸うので、こういう段階の枝をたくさん切り詰める段階の時に根もうんと詰めてあげて、小さい鉢に入る状態にこの段階でしなければ、もう後でどん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 枯れるリスクが高まっちゃう。なるほど。でこれを見えないところの仕事なので、植え替えようと思ってポッて抜いた時に、こういう状態から細かい根がわーっと出てる木と、うんはい、底根がこうしっかりついちゃってたり、はいはい、もうちょっとこれが太い根が先まで来ちゃってて、うん、いざ鉢に入れようと思ったら強いところで切らなきゃいけないとか、うんうんうん、そういうことがあると、せっかく買ってもらって楽しんだお客さんにね、うん、木が枯れちゃったり鉢に入らないってこともあるので、なるべくこういうふうに極力後で困らないようなサイズにするように心がけて作ってます。まあ、普通は これを買ってってもらって、ここから先を皆さんやってもらうので、あまりこの段階でどこまでどういうふうにしたかっていうのは仕事的には皆さん目にしないから分かんないんだろうけど、これを何かしらの木を買って自分で植え替えた時に、多分根っこの形の良し悪しって皆さん経験してると思うんですよね、はい、その良い悪い、こういう声に硬い出っ張りがあったのを、めんどくさいからこのまま取らずに、あのこのまま放置しちゃうと後でこれを取らなきゃいけなくなってきたりするので、あとはこの段階で しっかりと詰めて、で座りがいいと、ほら薄い鉢とかに将来入れた時に落ち着くじゃないですか、木も、はい、深い素焼きなんかに入れた時には深いからあまりそういうの感じないんだけど、将来薄い鉢とか入れた時に座がの座りがいい木と悪い木だと仕事が全然 しやすさが違ってくるんでね、まあ、そこまで一応考えてはやってるんだけど、ちょっとこう出っ張らして切ってる切り方、これってあの普通こういう木を作った時にはこれをこうすっぱりとね綺麗になだらかに切っちゃった方が傷が埋まった後にデコボコ幹がしないで綺麗なんだけど、それを最初に例えばこう出っ張りがなくてこれを綺麗にスパンとこう切った方がね、木は綺麗に仕上がるんだけども、この段階でこういうふうにすっぱり切ってしまうと、目当たりって言って目が眠ってるところってこの辺にあるんですよ、この元に。でこれをスパンと切ってしまうとこの目当たりまで取れてしまう、はい、一旦原木の時にはこういう状態で残しておいて、ここから芽が吹いて後でちょっと二度手間だけどもう一度切り戻して、わざわざ芽が吹かなくて継ぎ木をしたりとかしないで済むように、なるべく芽を吹く確率を高くしておいて、ここから芽が出てこう出た後にもう一度こう綺麗にさらってあげる、こういう切り方をこういう原木でもやるんですけど、ここに芽がみんなあるじゃないですか、はいはい、こういうふうにね枝の周りに目当たりってあるので、これを今の段階でこれをきれいにスパッと切ってしまうとこの芽がなくなってしまう可能性が高いんですよ。それを防ぐために一旦はちょっとデベソになるけども切ってあげて、でそういうふうにするとこういう状態になる。でここをもう一度きれいにさらってあげて、で今度は平らに傷が巻くように
処理をし直す。でここ出てるでしょ、はい、これをスパンと綺麗にここを取ってしまうとこの目のこの位置がなくなってしまうので一回デベソにこう切って、で、まあ、これだとデベソを過ぎちゃうんだけどね、はい、でもこれをこの目残すとここの目が吹かないんだけど、うん、この目をこう落としてあげるとここから目が吹いてくる、うん、そういうためにちょっと一見デコボコでかっこ悪そうなんだけど、うん、そういう切り方を、ついね盆栽やってると、うん、そうで、あの綺麗にそんな巻くように小さいこういう木なんかでこう例えば抜いて傷ができるでしょ、はい、そうするとここが巻いた後にぷっくりこうデベソになっちゃうじゃないですか、うん、そうすると昆布切りなんかでこれをえぐるように取って、はい、傷が巻いた後に平らになるような取り方をしちゃうんだけど、はい、そうするとここにある目あたりまで全部なくなってしまうので、あの目が吹いた後にこうもう一度そこをさらってきれいにやり直す、そういう風にした方が後で削り直しても継ぎ木をしても、まあ、二度手間二度手間なので、だったら自然に目が吹いてくれた方が、で しかもそのこういう畑から掘った時っていうのはどうしても伸ばしてた傷が大きいので、はい、傷がつながった時に目が吹いてくれないと焼け込んじゃう時あるんですよ、うん、目が吹くとそこでやあの枯れ込みが止まるんですけど、はい、そういう風にこう傷がでかくなってたり焼け込んだりしないためにも目は吹いた方がいいんですけどね。だからあのこれ畑の掘った原木の処理の仕方なんていうのは普段やらないだろうけど、こういうお遊びはこういう木をねこういう風にするお遊びはやれると思うので、はい、そういう時にちょっと覚えておいてもらって、こういう切り方をするとリスクがうんと減ります。なるほど。これさっき掘ったベニチドリモミジですね。でさっきの梅よりはちょっと根っこが荒っぽいんですけど、まあ、理屈は一緒でそこはなるべく平らで、勇気いりますねこれ聞いてこう平らで、こっからもう一回畑入れたり鉢入れたりするとこっから細かい根が出てもっと揃うんですけど、基本的にはこの根のぐるっとこの高さ、ここをまず揃えてあげないと後でどうしようもなくなっちゃいます。で、まあ、そこは平らでね、ここを取るか取らないかはその時の判断なんだけど、ここをさらっといてあげるとこっから根が発根してっちゃうんだけど、ここを短くしといてあげるとこっから出てくるので、ここに根がなかったこうところから根があるように、はい、例えばちょっとここをこう短くしといてあげると、まあ、ここから根が出ればなんとなくここに根を継がなくても、うん、この辺から出てきてくれれば根がこういう、ここだとちょっと段差ができちゃうけど、この辺からうまく出てくれれば根を継がなくても大丈夫になるので、こういう底根っていうのはちょっとさらっといてあげると、この辺までもうちょっと切っといてあげるとここから出た根で粘りが揃ってくる。でまあ他のところもで どのサイズにしようか考えながら、で微妙なデベサに枝を残していってあげて、で意外とこういう細い、ね、枝ってこういうふうに残してあげると、うん、なんとなく使えそうな感じするじゃないですか、はいはい、でもこの時に細い芽でもやっぱりね、鉢にあげて鉢で柔らかく出た枝にしてみると、うん、やっぱりねごついんですよ、うん、やっぱりこういう芽はこういう感じ、まあ、でここまで詰めるとちょっとこれだと根が長いんですよ。さっき言った通り鉢のサイズと合わないので、はい、同じぐらいのちょうどいいぐらいに切り戻して、こんだけやって枯れないのがすごい、うん、あのねここまでね根っこを切るのはこのタイミングしかできない。なるほど。上がもうできちゃってこんな風にやったらまず根が足りなくなって枯れたり、はいはい、枯れないまでも枝枯れしたりしちゃうんだけど、ここまでしてあげるのはこの時じゃないとできない。でまあここ首長ければね、この元から吹いた芽でまた柔らかい芽立ち上げてもいいんだけど、はいはい、まあ高い木も安い木もやることは一緒なので、園芸センターとかで売ってる原木もうちで作った木はだいたい下処理は
高い盆栽になる木も園芸用の木も同じような処理をしています。でおかげさまでこういう丁寧な下処理っていうのをしておくと盆栽教室とかでやった時に、はい、植え替えとかも慣れてないような人とかそういう人がやっても根っこがこの後しっかりできていると心配ないじゃないですか。せっかく盆栽教室の材料で買ってってじゃあこの鉢を素焼きから綺麗な鉢に植え替えましょうってやった時に、うん、入らないような強い根があったりすると、うん、そこで趣味者の人がこういう道具もないし強い根っこを切ることもできないし片や入れても無理やり切って入れても枯れちゃったりとか似合わない一サイズ大きい鉢に入れたりとかするとやっぱりせっかく楽しみで来てくれた人も思ったような形に仕上がらないとねちょっとがっかりしちゃいますよね。でさっき言った通りそのここから商品の場合は取り木をしたりして好きなところでこうできるからいいんですけど普通仕立てていくときって根の座をこうもう作っちゃったらその座で頭を上をこしらえていかないと、うん、座ってこういう風にしたら雑木の場合ってやっぱり粘りが出ないので根の形に合わせてこの段階からだと上を作って、うん、でこれだとちょっとこっち傾きすぎかなっていうと将来的にはここで取っちゃってここから出た芽で頭を作り変えていくか本来の木の模様からいったらこうなんだろうね。でもこれだと根がね片根になっちゃうじゃないですか、はい、こっちに根がないからでここで根を継いだりするよりもこの段階だったらこの粘りで作ってこの辺で頭を立ち上げて戻してもいいしちょっと横一方流していってもいいしそういう風に作った方がいいのでその辺は柔軟な発想ができるような感じにこうとりあえずは切っておきます、うん。今もみじ梅と野梅と野梅とモミジ今ベンチドリというモミジねですね、はい、同じなんだけどやっぱり木によってこの根っこの出来がやっぱり全然違うんですよね、うん、最初に苗木の時にも処理はしてるんだけどやっぱり太っていく段階で強い根が伸びてっちゃったり弱い根が負けてったりするとどうしてもいろんな形の根になってっちゃうので切る段階でその根も修正していかなきゃいけないので、うん、ちなみにどのぐらいこれ畑入ってたの？これ2年です。2年、で3年になると今度はもっと強い根と弱い根の強弱ができちゃってもっと荒れちゃうのでまあ太くするんだったら3年、このサイズで作っていくんだったら2年で1回掘り上げてもう一度畑に戻すにしても1回根の処理をした方がいい木になるかな、うん、いい根っこになるかな。じゃあこの動画はこの辺で次の動画に行きましょう次回は心拍です、はい、で今度はやつ欲しい人いっぱいいるでしょうね、うん、今は少ないんだけど昔は俺がこの商売40年前とかその前って定年とかして盆栽趣味でやってたんだけど定年で仕事が終わっちゃって、うん、やることない人なんかが毎日遊び来るんですよ、うん、でうちの仕事を草むしりしたりね冬になるとこういう木やるのもやらしてっつって手伝いに来て一緒にやってくんですよ、はい、そうすると技術を覚えられてで自分でやっててあこれいい木あるなって言ったらそれ買ってくんですよ。なるほど。こっちはもうこっちで仕事手伝ってもらってるからそんな高くも言えないしそうですね、とびきりいいやつを格安で買えてね、うん、で自分の楽しみもできて、はいはい。